山梨県政だよりふれあい春ボリューム36特集号こんにちは声の山梨県政だよりふれあい春ボリューム36特集号をお届けしますボリューム36の表紙は古民家レストランと菜の花をバックに微笑む春らしいピンクの装いのフリーアナウンサー高嶋彩さんの写真ですボリューム36の内容です 1, 1山梨発展の目定住促進2平成25年度当初予算3国民文化祭春のステージ4第42回信玄公祭り5地下水および水源地域の保全6山梨で輝くボリューム4井上染物店七代目井上信弘さん7 県政フラッシュ8山梨の偉人たち12中村聖子9県立施設イベント情報おしまいに山梨の推し面その4です最初は山梨発展の目定住促進心潤す自然と地域の温かさ山梨の魅力 少子化と県外への人口流出が続く山梨県では地域の活力低下を食い止めるために定住人口の確保に取り組んでいます山梨の風景も食べ物も大ファンで月に一度は訪れているというフリーアナウンサーの高島彩さんが山梨に惹かれて移住してきた皆さんを訪ねその魅力を伺いましたフリーアナウンサー高島彩さん 1979年2月18日生まれ東京都出身2001年フジテレビ入社看板アナウンサーとして報道から情報バラエティーまで幅広く活躍特に目覚ましテレビのメインキャスターとして国民的人気者に2010年フジテレビ退社2011年フォークデュオゆずの北川悠仁さんと北斗市小渕沢溝木神社にて挙式現在はフリーアナウンサーとして活躍中 写真が2枚あります。1枚は、古民家レストランの2階でゆったりくつろぐ高島綾さんです。もう1枚は、大好きな八ヶ岳をバックに、菜の花の花束を抱えて佇む高島綾さんです。本文です。雄大な八ヶ岳のふもとで、古民家レストランを経営。思い描いていた田舎の風景の中に、念願だった自分の店をオープン。 古民家が多く残る北都市大泉町八戸地区に昨年5月オープンしたフラココ食堂。ここは東京でシェフをしていた高橋昭弘さんと奥様の純子さんが足立区から移住してきて営むイタリアンレストランです。地区160年の古民家を改修した趣のある店舗兼住宅です。店内に足を踏み入れた高島さん。小石が敷かれた土間で立ち止まり、 ぐるりと辺りを見回すと歴史ある古民家にアンティークの家具や小物がぴったりと収まってとてもいい雰囲気ですねとにっこり続いて案内された2階は開放的な畳敷の部屋山梨にはよく来るんですがこんなに素晴らしい風景は初めて本当に良い眺めですね時間はゆっくり流れているけどちっとも退屈じゃないこのままずっと外を見ていたいくらい 窓の外に広がる山々を澄んだ瞳で眺めていましたあの桜どうなるんだろうから地域の歴史を受け継ぐ大切な場所に庭の立派な桜の木は郵便局だったこの家とともにみんなが集う地域のシンボル的な存在だったようです改修を始めた頃近所の方たちは切ってしまうんだろうかと心配そうに眺めていましたと高橋さん その桜は店のシンボルであるブランコとともに、今も地域のランドマークとなっています。地元の方たちの利用が多いんですよ。慣れない土地での生活、不便はないなど、とても心配してくれます。と高橋さんは話します。レストランとしてリニューアルした今も、地域の人たちにとって大切な場所なんて。伝統が引き継がれていて素敵、と高島さんも笑顔がこぼれます。 料理には地元の旬の野菜。ゆくゆくは自分で栽培したい。いい匂いに誘われて厨房を覗いた高島さん。手作りパンフォカッチャの仕上げをしていた高橋さんを手伝うことに。ハーブを手にして、このローズマリーはとても香りが良いですね。と話しかけた高島さんに、実は私が作ったんですよ。と高橋さん。野菜は地元の農家から分けてもらっているんですが、 ゆくゆくは自分でも栽培したいと思っているんですよ」と話す目が少年のように輝いています「それは素敵美おいしいお野菜作ってください」と高島さんがエールを送りました手間をかけて作った高橋さん自慢のランチをいただいた高島さん「この地で育ったものだからでしょうねスーッと体の中に入っていく感じとてもおいしくいただきました」と すっかりご万円えの様子でした写真が4枚あります1枚は立派な桜の木にしつらえてあるブランコに乗った高島綾さん店名のフラココはブランコのガゴフラットココにの意味も込めてとキャプションがついていますもう1枚はザルにいけられた菜の花もう1枚は高橋さんを手伝ってフォカッチャを作る高島さん 最後の1枚はランチの様子です。今日のランチはアンティパスと前菜、野菜のラグーソースパスタ、県産豚ロースのグリル、そしてドルチェ。料理を前にした高島さんもにっこり嬉しそうです。本文です。高橋さんご夫妻が語る山梨暮らしの素晴らしさ。高島、富士山と貝駒畑と八ヶ畑が全部見える贅沢な場所ですね。 移住先を山梨に決めた理由は高橋東京から1時間半と近いのにこの美しい山々やきれいでおいしい湧水などの大自然がありゆったりとした時間が流れていること高島こちらでの生活はいかがですか高橋人がとても温かい僕らが育った時代の東京下町のようにみんなで一緒になって遊んだ子どもたちの関係が今もあるんです。 それに大きな声で挨拶してくれる。少年野球をしていて移住を一番嫌がっていた長男が真っ先に馴染み、もっと早く来ればよかったと言っています。この地で四季の移ろいを感じながら子供たちを育てる幸せを感じています。高島さんと高橋さんご夫妻が楽しそうににっこり笑っている写真が添えられています。次にご紹介するのは 山梨の自然と一つになった農業の魅力です日本の原風景が残るこの地でぶどうを作りワインを作りワインの文化を築き上げていきたい次に訪れたのは甲州市の奥の田ぶどう酒醸造醸造用ぶどうを栽培する垣根仕立ての畑に細川淳一郎さんの姿がありましたもともとは故郷浜松の企業でエンジニアをしていた細川さんですが ワワイインン好きがじてワイン業界へ転職、流通小売ソムリエなど経験を積んだ後、自らの手でワインを作りたいとの強い思いを実現するため山梨県の農業協力体制度を利用して惚れ込んだ奥野田ぶどう酒醸造で働く機会を得家族と共に3年前山梨に移住してきました素敵なブドウ畑ですね高島さんの言葉に ここは樹齢15年のカベルネ・ソービニオンの畑この時期にきちんと剪定をすることで糖度が高くぎゅっと凝縮した醸造用のブドウができるんですよと細川さんその横顔はワイン作りへの情熱と自信にあふれていましたまた季節ごとに彩りを変える美しいぶどう畑が広がるぶどう郷山梨自然と向き合いながら過ごす日々はとても充実しています 満ち足りた山梨での生活を語ってくれました大自然の中でのびのびと育っています長男幸太郎君の小学校入学に合わせ移り住んでから早3年一緒に来てくれた家族チャンスをくれた社長そして収納を含め様々な支援をしてくれる山梨県にも感謝しています四季折々に美しい姿を見せる自然と その自然がもたらす果物や野菜、ワインなど、山梨にはたくさんの魅力があります、と細川さん。奥様の雅子さんは、子育てにもとても良い場所、大自然を遊び場としてのびのびと育っています。育成会などを通じて、地域の方とのつながりも出てきました、と話してくれました。写真があります。一枚は、ブドウ畑の中で仲良く並んで立つ、 細川さんと奥様、長男の幸太郎くんの3人の写真です。もう1枚は、日本のワインを通じて世界に日本の文化を伝えたい、この畑に出会って山梨に移り住み、働くことを決めたと語る細川さんが、ブドウ畑の中で高嶋綾さんと並んで写っている写真です。本文です。農業支援や周囲の皆さんの協力で思った以上のことができています。 横浜で家業の八百屋を営んでいた青木栄一さんにもお話を伺いました。両親とともに移住してきて、ぶどう栽培に取り組んでいます。高島、ぶどう作りはいかがですか。青木、うまくいかないこともありますが、すごくやりがいがありますね。僕は全くの素人でしたので、県の制度が充実していて、技術指導や設備投資などいろいろな面で支援を受けることができて、 とても助かりました。高島、移り住んで感じる山梨の魅力はどんなところですか青木、県内あちこちに温泉施設があるのがとてもいいですね。空いた時間に景色を見ながらゆったりできる。都会では味わうことができない贅沢ですよ。青木さんと高島さんが並んで写っている写真が添えられています。高島彩さんのコメントです。 雄大な風景、おいしい野菜、見事なブドウ畑、そして生き生きと暮らしを満喫していらっしゃる皆さん。いろいろな面を見せていただいているうちに、私だったら山梨のどこに住もうかなと考えたりして、とても楽しかったです。山梨はいろんな魅力を備えているから、それぞれの思いを表現することができるんですね。山々からのエネルギーも感じられて、ますます山梨が好きになりました。 魅力あふれる山梨への定住促進を目指して、山梨県の人口は平成14年から減少に転じ、平成23年には20年ぶりに86万人を割り込み、その後も減少が続いています。人口の減少は、産業の担い手不足やコミュニティの弱体化など、地域の活力低下につながると懸念されています。私たちの住んでいる山梨県は、 美しい風景、豊かな自然の恵みそして心温かい人々など2地域居住先のみならず定住先としても魅力的な場所です県ではこれまで以上に少子化対策に取り組むとともに山梨の魅力を広く県内外に PR し山梨への人口の社会像となる転入を促進して人口の社会源となる転出は抑制することで定住人口を確保し 地域の活力アップを図っていきますここで紹介するのは定住人口確保に向けた主な取り組みです山梨への移住や就職などを希望する方にとってより魅力ある地となるよう県民の皆様も親しい方への PR や移住者の受け入れなどにご協力をお願いいたします山梨暮らし支援センター開設 県外から幅広い世代の人を本県に呼び込むため生活情報と求人情報をワンストップで提供する総合相談窓口山梨暮らし支援センターを6月東京有楽町の東京交通会館6階ふるさと暮らし情報センター内にオープン山梨暮らしの魅力を積極的に情報発信していきますお問い合わせは観光振興課電話055 または、老生雇用課、電話055-223-1562まで。県内就職への支援について、1、山梨 UITUN ポータルサイトの解説、先輩の就職体験談、就職や移住の相談窓口、支援制度の紹介など、役立つ情報を掲載、2、合同就職面接会、 年10回以上、学生などと県内企業とのマッチング機会を提供3親のための U ターン就職セミナー県内の雇用情勢や大学等卒業者の就職状況保護者ができる U ターン就職のための支援などを説明東京で開催山梨 u アイターン就職フェア日時は5月31日金曜日 午後1時から4時まで場所はパレスサイトビル9階マイナビルーム東京都千代田区一橋1-1-1ですお問い合わせは老生雇用課電話055-223-1562またはインターネットで山梨就職応援を検索してください新規就農者の確保定着支援について高齢化と後継者不足が深刻な 山梨の農業に担い手を確保するため、農家の跡継ぎだけでなく、山梨での新規就農を目指す方などを手厚く支援しています。1. 収納定着支援制度県がアグリマスターとして認定したベテラン農業者が、マンツーマンで栽培技術などを指導します。2. 農業協力隊農業法人などでの研修や地域行事への参加などを通して、 都会の人材を担い手に育成します。農業協力隊員移植式で挨拶をする隊長の菅原文太さんなど、写真が2枚あります。問い合わせは担い手対策室、電話055-223-1621、またはインターネットで山梨担い手対策で検索してください。平成25年度当初予算 暮らしやすさ日本一の県づくりに向けて山梨県知事横内正明暮らしやすさ日本一の山梨づくりに向けまず当面速やかに取り組むべき課題への対応としまして現下の県内景気や雇用情勢を踏まえ国の緊急経済対策に呼応した施策を早急に実施しますこのため昨年度2月補正予算と本年度当初予算に 合わせて450億円を超える事業費を計上したところであり県内景気の回復に向け迅速に対応してまいります合わせて県民の命や暮らしを守るため東日本大震災を契機に策定しました第2次山梨防災アクションプランに基づき防災・減災対策を重点的に実施するとともに本年度は国民文化祭の開催や 富士山世界文化遺産登録の可否決定など全国からの注目が本県に一段と集まる年となりますのでこれを本県の飛躍の機会とするよう全県挙げて取り組みを進めますまたリーマンショック以降の産業構造の大きな変化や少子高齢化に伴い人口が減少に転じたことなど本県は大きな時代の転換期にあります。このような中で、 本県の経済社会の活力を維持していくため、昨年掲げた新産業の創出、定住人口の確保、交府市中心部の再整備の3つの課題について、本年度も引き続き特に力を入れて取り組んでまいります。さらに、県議会からご提言をいただいた長寿被害対策、子育て支援を社会全体で取り組む体制の整備、 障害者支援等の地域福祉の推進などについても積極的に取り組んでまいりますこれからも県民の皆様誰もが真の豊かさを実感できる山梨の実現に向けて渾身の努力をしてまいりますので引き続き皆様のご理解ご協力をお願いいたします平成二十五年度当初予算額歳入歳出の二つの円グラフを読みます 最初に歳入の円グラフです歳入総額4,631億円内訳は地方交付税1,305億円28.2%県税819億円17.7%六百693億円15.0%繰入れ金586億円

警察費225億円4.9%衛生費223億円4.8%その他支出255億円5.5%円グラフを終わります。本件の財政状況について増減の比較は特に表記のない限り平成24年度当初予算額との比較です。 歳入面では法人二税などが落ち込み、実質減税総額は42億円4.4%減少して927億円となる見込みです。中、実質減税総額とは、減税総額と地方法人特別譲与税を合わせたものです。中、終わり。また、地方交付税1305億円と臨時財政対策債、 三百二十五325億円を合わせた実質交付税は1630億円となり33億円2.0%の減少を見込んでおり一般財源の総額としては84億円2.9%の減少となる見込みです中臨時財政対策債とは本来地方交付税として配分すべきところ交付税原資などが不足した場合に 地方公共団体がその分を立て替えて発行する実質的には地方交付税である県債です。後年度、元利償還金の全額が地方交付税で措置されます。中終わり。一方、歳出面では社会保障関係費や交際費など義務的経費の増加が避けられないことに加え、県庁舎耐震化等整備のほか、消防学校の整備や 県立学校の改築整備など必要不可欠な大規模事業の実施に所要の財源を確保する必要があります。このため平成25年度の予算編成にあたっては歳出全般にわたって徹底的な見直しを図るとともに将来にわたって持続可能な財政運営を確保するため公共事業等の段階的縮減や県単独補助金の見直しなど 行動計画に基づく行財政改革に引き続き取り組み、さらに退職手当の支給水準の段階的な引き下げの対象を一般職から特別職にも拡大することとした上で、限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めました。当面速やかに取り組むべき課題、経済再生を図るための経済対策や、 防災・減災対策さらには本県が本年度全国から注目を集めるイベントなどに対して速やかに取り組みを進めます1国の補正予算の活用による経済再生国に呼応した経済対策の取り組み平成24年度2月補正への公共事業費などの追加計上345億3667万円 緊急雇用創出事業による雇用機会の創出新卒未就職者や離転職者への就業支援31億9887万円など2防災減災対策第2次山梨防災アクションプランに基づく施策を重点的に実施防災アドバイザーの市町村への派遣65万円 富士北陸公園への防災行政無線の増設1億6002万円防災拠点機能を備えた防災新館の整備41億8321万円消防学校の整備14億2246万円など3国民文化祭及び富士山世界文化遺産登録 本県が本年全国から注目を集めるイベントへの対応。富士の国山梨国分祭の通年開催。6億5259万円。エンジンゼロワン文化戦略会議オープンカレッジの開催。2000万円。全国障害者芸術文化祭の開催。3600万円。富士山の世界文化遺産登録の推進。 登録後の保存活用やイベントの開催、誘客促進、7488万円など、時代の転換期、力を入れるべき3つの課題、産業構造の大きな変化や少子高齢化に伴い人口が減少に転じる中、本県の経済社会の活力を維持していくための取り組みを強力に推進します。1、 新産業の創出。産業政策アドバイザーの訪問指導などにより、下請け依存型経営からの脱却を目指す中小企業を支援する経営塾の開催。110万円。燃料電池関連産業の製品化に向けた研究開発などへの支援や、展示会などによる燃料電池自動車の普及促進。6032万円。 海外展示会への出展などに対する支援750万円ジェトロ山梨貿易情報センターの開設1000万円など2定住人口の確保2地域居住や移住 UI ターン情報をワンストップで提供する山梨暮らし支援センターの開設2254万円 同センターと連携する市町村の受け入れ体制充実への支援121万円大学卒業予定者等向けの就職ガイダンスの開催150万円地域産業界と工業系高校が連携した専門的職業人の育成430万円など3甲府市中心部の再整備県との玄関口である 甲府駅南口周辺地域の再整備5億2500万円本年秋にオープンする防災新館1階山梨プラザに設置する山梨ジュエリーミュージアム丸ごと山梨館オープンカフェなどによる活気やにぎわいの創出など写真が3枚あります1枚は県の防災拠点となる防災新館の写真 もう一枚は燃料電池自動車の普及促進の様子もう一枚は山梨暮らし支援センターを開設する有楽町東京交通会館の写真ですまた甲府駅南口駅前広場の完成後イメージのイラストが添えられています平成25年度当初予算の主要事業1 現気産業創出チャレンジ。地場産業市場獲得支援事業費、1696万円。本県地場産業の国内外での市場獲得を支援するため、企業の販売力やデザイン力の強化に向けた取り組みを行います。公衆ワイン海外プロモーション支援事業費補助金、580万円。 県産ワインのブランド確立を図るため EU 諸国でのプロモーション活動に対し助成します。ジジュュエリーミューミアム事業費2億万円本県のジュエリーの情報発信とにぎわいの創出のため9月28日防災新館1階に山梨ジュエリーミュージアムを開館します。ジェトロ山梨貿易情報センター負担金 1,000万円本県工業製品や農産物などの海外への販路拡大を促進するためジェトロ山梨貿易情報センターの運営費の一部を負担しますぶどう簡易雨除け施設設置事業費補助金2,409万円ぶどうの生産の安定化と品質向上を図るため簡易雨除け施設の設置に対し助成します 収納定着支援制度推進事業費5281万円家事農業などの新規収納者の確保定着を図るため技術指導や生活支援を行います緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費31億9887万円離職を余儀なくされた方に対し 就業機会の創出を図るため直接雇用や民間への委託事業などを実施します山梨ジュエリーミュージアム展示室のイメージと武道館員雨除けの写真が添えられています 2. 環境先進地域チャレンジエネルギー地産地消推進事業費341万円 地域の特性を生かしたクリーンエネルギーの導入を促進するため、太陽光発電設備に関する情報の提供や相談窓口の設置などを行います。小水力発電推進事業費、1億6,100万円。モデル施設として大城川発電所・河床の建設に着手するほか、今後10年間で新たに10カ所程度の新規開発を目指す 山梨小水力ファスト10をストトをタートさせます森林環境保全基金事業費5億2031万円森林を保全して次の世代に引き継ぐとともに地球温暖化防止の取り組みを一層推進することの重要性に鑑み森林および環境の保全に関する事業を実施します特定長寿適正管理費 一億一千九百四十三万円。保護管理計画に基づき、特定鳥獣の適正な管理を行います。国益展示施設調査事業費。百四十六万円。国益の保全による地域振興を図るため。国益の展示施設の整備に向けた調査を行います。富士山世界文化遺産保存活用推進事業費。 4,492万円。富士山の適切な保存管理を行うとともに、来訪者に対し、顕著な普遍的価値を伝えます。写真が2枚あります。深城ダムの放流水を利用した小水力発電の写真と、国マの稚魚の写真です。3. ウェルカムおもてなしチャレンジ。特別観光キャンペーン事業費。 2100万円富士の国山梨国分祭の開催などを後期に本県のイメージアップを図り観光客の積極的な誘致を推進します国際観光トップセールス事業費792万円海外からの誘客促進を図るため韓国インドネシアにおいて行政関係者旅行会社メディアなどへのトップセールスを行います おもてなし森林景観創出事業費1,106万円登山者、旅行者などに親しまれる森林からの美しい景観を創出するため眺望地点における森林整備などを行います韓国ソウル市で山梨の魅力をトップセールスする知事の写真が添えられています4「海の国チャレンジ」「海は漢字の交わるにひらがなのい、 リニア駅周辺整備基本方針策定事業費1629万円本県の新たな玄関口となるリニア駅周辺の土地利用や基盤整備などの基本的な指針となるリニア駅周辺整備基本方針を策定しますリニア見学センターリニューアル事業費9億8881万円 山梨リニア実験船での走行試験再開に向け平成26年度早々のリニューアルオープンを目指して子どもから大人まで楽しく学べる空間として再整備を行いますイメージイラストがあります世界最速記録を出したリニア車両を展示しているイメージです5生涯安心地域チャレンジセミオープンシステム導入事業費 四千二百万円。分娩取扱医療機関がない地域の妊婦の負担軽減を図るため、検診を身近な医療機関で行うセミオープンシステムの導入を図ります。山梨子育て応援カード事業費五百四万円。企業の協賛により料金割引などの特典が受けられる子育て世帯の対象を十八歳未満の子どもが三人以上いる世帯から。 一人以上、または妊婦のいる世帯に拡大します。富士東部航空保健センター運営事業費、456万円、鶴市立病院敷地内にセンターを開設し、休日の歯科診療や、心身障害児、心身障害者の歯科診療などを行います。富士東部地域小児リハビリテーション推進事業費、1411万円、 富士東部地域における小児リハビリテーションの充実を図るため富士ふれあいの村敷地内に診療所を整備します難聴児補聴器購入事業費補助金200万円軽度中等度難聴児の健全な育成を図るため補聴器の購入を支援する事業に対し助成しますゲノム解析研究事業費補助金2000万円 質の高いがん医療を提供するため、ゲノム解析センターにおけるがん患者の遺伝情報の解析などに対し助成します。写真です。小児リハビリテーションの写真と、県立中央病院の最新のゲノム解析装置の写真です。6. 未来を開く人づくりチャレンジいじめ・不登校対策事業費2億2082万円 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用などにより、児童生徒への支援の充実を図ります。国民文化祭費、6億5259万円。本県の文化力の向上とイメージアップを図るため、全国初の通年開催となる国民文化祭を開催します。バンフォーレ交付練習環境整備費補助金、2000万円。 本県の経済活性化及びイメージアップを図るとともに、県民の見るスポーツを振興するため、バンフォーレ甲府の練習環境整備に対し助成します。富士の国山梨国分祭、会期1月12日から11月10日の写真が添えられています。7、改革続行チャレンジ、環境整備事業団経営支援補助金、 四億一千六百万円。環境整備事業団の財務基盤の安定を図るため。産業廃棄物最終処分場事業の損失処理に対し、助成します。林業公社造林事業費。五億五百五十九万円。林業公社の廃止に向け。債務抑制と分収林の適切な管理を図るため。土地所有者との契約変更協議と。公社運営を支援します。 若彦トンネル有水活用調査費万円若彦トンネルからの湧水をミネラルウォーターとして活用するため水質調査などを実施します湧水をミネラルウォーターに活用というキャプションがついた湧水の写真が添えられています富士の国山梨国分祭「命燃え立つ春のステージ開幕」 本県の四季折々の豊かな自然に育まれた文化や歴史を広く県内外の方に知ってもらうため、全国で初めて約1年にわたり開催している富士の国山梨国分祭。開幕を盛り上げた冬のステージに引き続き、4月からは春のステージが始まります。オープニングウィークには戦国時代の文化を探る様々なイベントが繰り広げられ、その後、 6月30日まで県内各地で春の山梨を余すことなく味わえるイベントも多数開催されます。みんなで国民文化祭を大いに楽しみましょう。ウェルカムイベント開催日時4月7日日曜から14日日曜場所は甲府駅北口よっちゃばれ広場です。山梨食のテント村やパフォーマンスステージがあります。 大フットパス祭り出発式4月6日土曜午前9時30分から10時15分舞鶴城公園特設ステージガイドブックを片手に歩いて地域の文化や魅力を味わうフットパスを実施戦国時代を彷彿させる和太鼓の演奏などが出発式を盛り上げます春のパフォーマンス国分祭記念パレード4月6日土曜 午後2時から5時15分県庁南側特設ステージおよび平和通り高校生による初動パフォーマンスや新元校祭りの公衆軍団出陣直前に行われる国分祭記念パレードが春のステージのオープニングを飾ります山梨春の花フェスティバル4月6日土曜から14日日曜甲府市歴史公園ほか 火道団体による合同作品の展示や春の山梨を彩る花や花祭り会場をめぐるツアーを開催します。冬のステージの写真が2枚あります。開幕を華やかに飾った総合舞台かぐや姫2013の写真とオープニングパフォーマンス命輝く山海の黎明の写真です。本文です。市町村のイベントです。 大稼働店、池花野外店、4月5日金曜から10日水曜まで、甲府市歴史公園、大茶会、4月6日土曜と7日日曜、県立図書館、藤村記念館、甲府駅、ペデストリアンデッキです。有料となります。フォッサマグナの恵み、体感ツアー、4月13日土曜から6月9日日曜まで、 早川町県証案ほか、有料となります。ジョイソーランフェスティバル、4月14日日曜、上野原市文化ホールほか、出汁巡行祭り、4月21日日曜、藤川町内、旧国道52号、郷土芸能フェスティバル、5月4日土曜祝日、小菅村池の尻スポーツ広場、 つ,つじフェスタ5月4日土曜祝日5日日曜祝日鳴沢村富士エポックホール鶴市ふれあい全国俳句大会5月25日土曜鶴市都の森うぐいすホール囲碁サミット 2013in 北斗5月25日土曜26日日曜 北斗市の八ヶ岳ロイヤルホテルほかです。一部有料となります。稲江アートフェスティバル5月下旬から北斗市内の水田で行われます。こちらは調整中です。パイプオルガンフェスティバル6月8日土曜南アルプス市桃源文化会館です。一部有料となります。演劇の祭典 6月8日土曜と9日日曜、甲府市総合市民会館、有料となります。万葉歌祭りとホタル鑑賞会、6月8日土曜と9日日曜、山梨市万力公園万葉の森。阿波踊りフェスティバル、6月23日日曜、大月市民会館。シニアコーラスの祭典、 6月29日土曜、鶴市都の森ウグイスホール。民謡民部の祭典。6月30日日曜、甲府市コラニー文化ホール。以上です。歴ドル、美香子さん、小日向恵里さんとともに、戦国文化を熱く語ろう。歴史に詳しいアイドル、イコール歴ドルのお二人が、歴ドルトークショーを前に、 戦国時代の魅力について語ってくれました小日向恵里さん1988年奈良県生まれ横浜国立大学卒業歴史、特に三国志、戦国幕末に造詣が深く歴史好きアイドル、歴ドルとして活躍最近では NHK イ、e、ーテレ高校講座世界史で面イン司会として活躍している最新著書に 会図に恋して、新人物往来者がある。美香子さん、1982年愛媛県生まれ、専修大学卒業、坂本龍馬好きから高知県観光特使、地元愛媛、伊予志大学生徒会長、歴史好きが高じて、現在は歴ドルとしてテレビ、ラジオ、雑誌などで活躍中、DJ、司会など、 マルチな活動も展開し才能を発揮しているクエスチョン1なぜ歴史好きにミ香子村上水軍や鶴姫伝説などにゆかりのある愛媛県大三島で生まれ育ったせいか小さい頃から歴史に触れ気づくと歴史好きになっていましたエリ大学時代趣味の T シャツ収集がきっかけで三国志と出会い漫画や小説を読み漁る中で 歴史の面白さに引きき込ままれていきましたクエスチョン2戦国時代の魅力は美香子軍友割拠し混沌としていた時代個性豊かな戦国武将たちはもちろんですが彼らに従う家臣や軍師にも惹かれますねえり戦の勝敗で人生が大きく変わった時代いろいろな人物が歴史の表舞台に入れ替わり立ち代わり登場し エピソードも豊富で興味がつきませんクエスチョン3武田信玄のイメージは美香子勇猛果敢で武勇にも地略にも長けていた素晴らしい武将今も山梨の皆さんに愛されていることからもその優れた人となりが推察されますね。えり知的で勇敢な武将というイメージが強いのですが部下思いの優しい一面も持っていたようですね。 弟の信繁との関係を見ても情の厚さを感じます。クエスチョン44月13日土曜日県立文学館で行われる戦国武将ナンバーワントークバトルに期待することは美香子武将としての顔だけでなく家族との関わりや恋人だけに見せていた顔など意外な一面や知られざるエピソードも聞けたら嬉しいですね。エリ 恋人自慢のつもりで好きな武将についてとことん語っちゃってください。熱いトークバトルを期待しています。クエスチョン5国文祭にエールをミカコ歴史にたびたび登場する山梨は、歴史好きにとって憧れの場所の一つ。国文祭が山梨には素晴らしい歴史や文化があることを皆さんに知らせるきっかけとなるよう、私もお手伝いさせていただきます。 エリ国分祭春のステージでは戦国時代の文化を探ります。戦国が好きな人もそれほど詳しくない人も私たちと一緒に胸を熱くして楽しみましょう。写真です。着物姿で両手を広げてにっこり笑っている三香子さん。国分祭のマスコットキャラクターカルチャ君を持ってにっこり笑っている小日向エリさんの写真です。本文です。 戦国武将ナンバーワントークバトル4月13日土曜午後1時30分から4時まで県立文学館入場整理券が必要です定員になり次第締め切ります大学生チームがお気に入りの武将への思いや知られざる素顔を熱く語ります歴ドルのお二人が審査員として登場「海の虎武将隊」も参加します 山梨発見フォーラム戦国文化を探る。4月14日日曜午後1時から5時東京エレクトロン韮崎文化ホール。入場整理券が必要です。当日受付があります。100席です。一部デキドルトークショーなどデキドルのお2人が新元号をはじめ、武田氏の魅力について熱く語ります。2部基調講演。 戦国文化の意義と継承講師五味文彦東京大学名誉教授パネルディスカッションゲストタレントの菊川玲さん入場整理券のお問い合わせについて募集期間や方法など詳しくは募集チラシまたは公式ホームページでご確認ください11月10日までイベントが盛りだくさん 詳しくはホームページでご覧ください。全国から多くの方が山梨県を訪れます。おもてなしの心でお迎えしましょう。お問い合わせは、第28回国民文化祭山梨県実行委員会事務局、国民文化祭課内、電話055-223-1846、ファックス055-223-1842、 インターネットでは山梨国分祭で検索してください。第四十二回信玄鉾祭り開催。戦国の名将武田信玄が今よみがえる。桜が咲き誇る四月六日、侍の最大集合記録としてギネス世界記録に認定された信玄鉾祭りでは、千人を超える侍たちが甲府駅前広場に集結し。 川中島に向け出陣する様子を再現します今回の親方様は暴れん坊将軍をはじめ数々の時代劇で主役を演じている松平健さんです篝火が燃え盛りほらがいが響き渡るといよいよ松健信玄公を率いる公州軍団が出陣します信玄公役の松平健さんのメッセージですこの度 第42回信玄公祭りで、郷土の英雄、武田信玄公を務めさせていただくこと、大変光栄に思っております。会の名称にふさわしい、勇猛果敢な信玄公を演じられればと存じます。桜の花開く4月に、山梨、そして県外の皆様にお目にかかるのを楽しみにしております。山本勘助役は、政子光太さんです。 代表作は暴れん坊将軍ほかです。写真です。一枚は白いシャツに黒いスーツ姿でにっこり笑う松平健さんの大きな写真です。他に五枚の写真があります。一枚は震源公祭りの騎馬武者の写真。もう一枚は桜の後ろに映る舞鶴城。もう一枚は震源公祭りの公衆軍団の行列。もう一枚は 震源港を中心に、公州軍団と旗印がずらっと並ぶ写真。おしまいは、第42回震源港祭りのポスターです。本文です。震源港祭り、4月5日から7日までのスケジュールです。世界一の武者行列、公州軍団出陣。4月6日土曜、午後5時10分から午後8時10分まで。公州軍団集結。 午後5時10分から各陣屋から甲府駅前へ全軍集結出陣式午後5時25分から午後6時30分まで甲府駅前へで公衆軍団出陣午後6時30分から甲府駅前を出発し平和通り上等通りを通って舞鶴城公園へ帰陣式午後7時50分から午後8時10分まで 舞鶴城公園で、祭りの3日間は、多彩なイベントが目白押しです。4月5日金曜は、公衆軍団の出陣を祝う宴があります。甲府市中心部では、お祭り神や解説、午後3時30分から午後7時30分まで。舞鶴城公園特設ステージでは、前夜祭恋姫コンテスト、午後5時から午後8時30分まで。 4月6日土曜には4つのイベントがあります。アイメッセ山梨で輝きの祭典大宝飾展午前10時から午後4時30分まで。舞鶴城公園特設ステージではスーパー風ン火山パフォーマンスコンテスト午前10時30分から午後4時30分まで。武田神社では戦勝祈願式午後2時40分から午後3時まで。 甲府駅前、市内中心部では、陣屋の開設。午後3時10分から午後4時40分まで。4月7日日曜には、舞鶴城公園で、戦勝を祝う賑わい城下町を行います。午前9時から午後5時まで。剣道大の試合空手演舞会、甲府林演奏、和太鼓演奏会、甲州寺小屋、子供武者行列があります。 会場案内図がありまます。す。軍団出陣コースについて説明します甲府駅前に集結後平和通りを南へ進み警察署前交差点を左折岡島百貨店を通り過ぎて桜通り中交差点を左折し舞鶴城公園へ向かいます帰りは舞鶴公園西側から舞鶴通りへ出て南へ向かい 甲府市役所東交差点を右折し平和通りへ出て甲府駅へ向かいますなお、岡島百貨店の隣無頭ビル前あたりが障害者優先観覧エリアになっています甲府駅前には新元校祭り特設ステージが設けられます出陣式の様子をご覧いただくには甲府駅前観覧券が必要ですただし有料となります 総合案内所は駅前の震源構造前と舞鶴城公園内春日モールの3カ所に置かれますまた祭り期間中の国分祭のイベントとしては4月6日と7日に甲府駅北口大茶会が藤村記念館周辺で行われます県庁南側通りは春のパフォーマンス国分祭記念パレード出発地点となります詳しくは 山梨県信玄光祭り実行委員会にお問い合わせください。その他のインフォメーションです。舞鶴城公園ほかでは、にぎわい城下町が開催されます。会自慢よろず市として、県産品展示即売や各種飲食コーナーが設けられます。5日は午後5時から午後8時30分まで、6日は午前10時から午後8時30分まで、 7日は午前10時から午後4時までです。次に、中心商店街春日モールでは、新玄グルメ横丁が開催されます。6日は午前10時から午後8時まで、7日は午前10時から午後4時までとなります。また、市内喫茶店などによる、新玄公祭特別メニューの販売として、新玄カフェ道中が開催されます。ただし、 各イベントの時間は変更する場合があります。コラボ商品の紹介です。武田氷狼眼氷狼眼とは、戦国武将が戦場で食べた携帯保存食。この氷狼眼を県菓子工業組合の会員が現代風にアレンジしたお菓子が、武田氷狼眼です。風、凛、火、山の4タイプの袋に6種類ずつ異なるお菓子が入っています。 信玄公祭りの期間中舞鶴城公園で販売しています。なお、株式会社桔梗屋や、砂糖農園、ジャム。でも、信玄公祭り関連商品が発売されます。お問い合わせ先は、山梨県信玄公祭り実行委員会。代表で、電話、零五五二三一二七二二です。インターネットでは、信玄公祭りで検索してください。 地下水及び水源地域の保全に関する条例が施行されました私たちの生活やさまざまな企業の生産活動などに欠くことのできない水この条例では貴重な水資源の健全な循環を維持していくために県・事業者・土地所有者が果たすべき責務や県民の皆さんの役割のほか地下水の適正な採取や 水源地域における適正な土地利用の確保などについて定めています地下水や水源地域を保全し私たちの生活を支えている大切な水を将来にわたって守っていきましょう水循環のイメージのイラストがあります水循環のイメージ地球上の水は海や陸から蒸発して雲となり雨や雪として地上に降り注ぎます 一部は川となり、他は地中に浸透して地下水として蓄えられ、湧き水などとして川や海に流れ出ます。このように、水は絶えず循環し、私たちの営みを支えています。地下水を取り巻く状況山梨県の生活用水の水源内訳浄水道・下陰水道地下水53.7%地表水 河川湖床ダム貯水など27.9%その他18.4%出店は山梨県の平成22年度水道統計です私たちの住む山梨県は生活用水の半分を地下水に依存しています地下水を取り巻く状況は降水量など自然環境の変化や森林農地の荒廃 田畑の宅地化などにより変わりつつあります。これらの変化が地下水にどのような影響を与えるのかを把握し、必要な対策を講じていくことが求められています。また、国際的な水不足への懸念等を背景とした国内外の企業などによる山林買収の動きを受け、水源地域内の土地売買の実態を注視していく必要性が高まっています。だからこそ、今、 県と市町村、県民の皆さんが一体となって、貴重な資源である水の保全に取り組む必要があります。条例の主な内容、健全な水循環を維持していくために。地下水を守ります。地下水の状況を把握し、適正に利用するために。1. 用水設備を設置、あるいは変更する場合は事前届出を。 用水器ポンプの突出口の断面積が6平方センチメートル直径2.8センチメートル程度を超える用水設備を設置する場合は設備の内容や採取量などについて設置の30日前までに届け入れが必要になりましたまた該当する用水設備をすでに設置している場合は平成26年3月31日までに届け出てください。2 地下水の寛容と採取量の報告を。揚水機の吐出口の断面積が50平方センチメートル、直径8センチメートル程度を超える揚水設備を設置する場合は、地下水の寛容に関する計画を提出、合わせて毎年地下水採取量を報告してください。水源地域を守ります。水源寛容機能の維持及び増進を図るために、 1, 1水源地域を指定関係市町村の意見を聞いて適正な土地利用を確保する必要がある森林を含む地域を水源地域として指定しました昭和町を除く26市町村の地域を指定詳しくはホームページでご確認ください2所有権を移転する場合などは事前届け出を指定された水源地域内での 土地の所有権移転などについて契約の30日前までに届け出が必要になりましたご注意ください条例で定めた義務に違反すると 1. 用水設備の設置あるいは変更に関する届け出をしない場合または虚偽の届け出をした場合この場合は届け出義務者の氏名や勧告内容を公表するほか罰則が適用されることがあります 2水源地域の土地所有権移転などに関する届け入れをしない場合または虚偽の届け入れをした場合この場合は届け入れ義務者の氏名や勧告内容を公表することがありますお問い合わせ先地下水の適正な採取に関しては大気水質保全課電話 055-223-1508FAX 水源地域の適正な土地利用に関しては森林整備課電話0552231645ファックス0552231649なお届け出書などの提出は所在地を所管する県林務環境事務所までただし既存の揚水設備の届け出は 大気水質保全化へ。このほか、届け入れ書の様式など、詳しくはホームページをご覧ください。インターネットでは、山梨、地下水、水源で検索してください。山梨で輝く、ボリューム4。今回は、南アルプス市の井上染物店七代目、井上信弘さんです。写真です。 釜梨川と山々をバックに、井上染物店の藍色の発皮を着て佇む井上信弘さんが、彼方を見つめています。本文です。伝統の技に思いを込めて、わざと心が作り出す鯉のぼり。桜の花がほころび始める春。南アルプス市の井上染物店では、単語の節句に向けて鯉のぼりや武者のりの制作がピークを迎えます。 昔ながらの作業場では七代目の井上信弘さんが細やかなハケ使いで有相な武者を色鮮やかに染めていきます藤川周運が開かれ南アルプス市周辺が駿河と信州を結ぶ寸神王冠の要として栄えた江戸時代の末期に創業した井上染物店は160年以上にわたり染物技術を守り続けている老舗です 伝統の技法で仕上げる鯉のぼりと甲州武者のりは平成6年に県郷土伝統工芸品に認定されました現在は信弘さんがその技法を受け継いでいます信弘さんが染物の道に入り今年で10年目やればやるほど難しさや奥深さを感じますだからこそ面白くもっと腕を上げたいと思い日々精進しています と瞳を輝かせます染めの作業は糊作りから始まり下絵移しや染め付けなど10の工程があります中でも難しいとされるのが和紙の筒から糊を絞り出して絵柄の輪郭を描く糊置きです仕上がりの色合いを左右する大事な工程です技はもちろんですが気持ちも大切ですとても集中力が必要な作業ですが一番楽しい時なんです と信弘さん写真です真剣な表情で鯉のぼりの鱗部分に乗り置きをする信弘さんです本文です何十年も大切にしてもらえるのぼりを最近はナイロン生地にプリントして作られた鯉のぼりが主流ですが独特の色の鮮やかさや風合いは染め付けされた木綿布の鯉のぼりならでは古くなっても味があり 代々引き継げるのが伝統的な染物の良さ染物は同じように作ってもすべて異なります一点一点がその人のためだけに染めているものなんです最近は地域の人からうちの恋のぼりはお前のじいちゃんが染めてくれたものだよなどと声をかけられます先代たちが染めたものが今も大切にされているのは本当に嬉しいですね 自分も何十年も大切にしてもらえるような恋のぼり、武者のぼりを作っていきたいです。その言葉からは、江戸時代から続く伝統の技と心を受け継いだ信弘さんの熱い思いを感じることができました。写真が3点あります。1枚は江戸刷毛を使って色をつけていく染付けの作業をしている信弘さん。ぼかしの美しさは井上染物店ならでは。 もう一枚は伝統の技で染めた色鮮やかな鯉のぼりを手にする信弘さん。後ろには川中島の合戦を描いたのれんが飾られています。もう一枚は川での水洗いの様子です。20年余り前までは釜梨川で糊を落とす水洗いをしていました。川を泳ぐ鯉のぼりの姿は早春の風物詩だったそうです。次は県政フラッシュです。 甲府城跡によみがえった勇壮な黒金門県指定史跡甲府城跡舞鶴城公園内で復元を進めてきた黒金門が完成しました黒金門は2階に武器庫が乗る櫓門で明治初期まで実在していました今回発掘調査や絵図古文書古写真などの資料に基づき立派な柱や梁何度も塗り重ねた白壁 昔の技法で吹いた瓦など、江戸時代の建築技術により忠実に復元しました。稲荷櫓や内松影門などに加え、黒金門が完成したことにより、甲府城跡は王子の景観がよみがえってきました。写真です。美しい瓦に真っ白な白壁の黒金門の写真です。敵襲に備え、扉に鉄板を張っていたことが名前の由来となっています。 次は、県立中央病院内に通院過療がんセンター開設。山梨県内で初めてがんに特化した診療形態となる通院過療がんセンターを、1月、県立中央病院内に開設しました。センターには、通院しながら抗がん剤治療を行う患者さんを、一度に32人受け入れられるよう診療ベッドを確保しました。 また投薬前にがん細胞の遺伝子を調べることで抗がん剤の効果を分析できるゲノム解析センターも併設しました通院過料がんセンターでは患者さんが社会生活を維持しながら治療を受けられるよう取り組んでいきます写真です最上階に開設した通院過料がんセンター入り口で行ったテープカットの様子です次は 県立宝石美術専門学校生の作品を東京ビッグサイトでお披露目。1月に東京ビッグサイトで開催された国際宝飾展で、山梨県の産地ブランド、空風コレクション2013が発表されました。会場には、県立宝石美術専門学校の学生がデザイン・制作した作品も初めて展示。空風の持つ自然で繊細な魅力を PR しました。 学生が発表した作品はリングとピアスで、素材には空風オリジナルの地金、純度95%のプラチナを使用しています。従来のプラチナより純度が高いのに、固く傷がつきにくいこの素材は、細いラインや面の輝きを生かしたジュエリーに仕上がるのが特徴です。写真です。井上学さんがデザインを、大城環奈さんが制作を担当した空風の作品、 スパイラルのリングとピアスです本文です世界文化遺産登録に向けパリにて富士山展開催1月下旬ユネスコ本部のあるフランスパリで山梨県静岡県文化庁主催の富士山展を開催しました会場には平山郁夫氏や片岡玉子氏らの富士山の絵画7点を展示し数多くの芸術作品を生み出す母体となった 富士山の文化的価値を海外に向け発信しましたまた横内知事は近藤文化庁長官川勝静岡県知事らとともに現地を訪れ各国大使やユネスコ関係者らに富士山の文化的価値や保全管理に関する取り組み状況などを説明しました写真です富士山店で富士山の文化的価値について説明する横内知事の様子です 本文です。出会いのきっかけ作りをお手伝い。山梨縁結びサポーター。県では、独身の方に出会いの場を提供し、結婚のきっかけ作りを支援する山梨縁結びサポート事業を始めました。県内に事業所などがある法人、団体などが縁結びサポーターとして登録し、食事会、体験活動など、魅力ある出会いイベントを企画実施していきます。県では これらのイベントを県ホームページやメールマガジンで広く発信し、多くの方が良縁に恵まれるよう、官民一体となって出会いをサポートしていきます。写真です。サポーター間のネットワーク化を図るために開催した交流会の様子です。本文です。災害時に広域応援を要請。県建設業協会と協定を締結。 山山梨梨県県と社団法人山梨県建設業業協協会は、2月13日、災害時の広域応援業務に関する協定を締結しましまた。これまでの災害協定では災害が発生した場合に各地区の建設業協会加盟業者だけでその地区内の応急対策業務をすることになっていましたが今回の締結により地区内の業者だけでは対応が困難な災害が発生した場合に 地区の枠を超えた広域的な応援を要請することができます。県では災害時などに早期に応急対策を行い、県民の安全や安心を確保していきます。写真です。協定書にサインをし、握手を交わす。山梨県建設業協会浅野会長と横内知事です。山梨の偉人たち12。知られざる魂。 中村聖子、1884年から1974年。少年校をはじめ、地方色豊かで出木な作品を世に送り出し、自然主義作家として名を馳せた富士川口小町出身の聖子。郷土の文化を深く見つめ直し、その向上にも尽力した。写真です。壮年の聖子の横顔で、軽く腕を上げ、遠くを見ています。 写真の右側に少年校冒頭部分が中村聖子87歳の書で「ラバの崩れの富士の裾は実に香ばくたる眺めである聖子」と書かれていますその写真の下には桜を手前にして中村聖子の成果がある富士河口湖町川口から見た富士山の円形の写真が載っています本文です 少年校が一等入選、分断デビューを飾る。中村聖子は1884年明治17年南鶴郡川口村現富士河口湖町に父英次郎母ための長男として生まれた本名は正為中村家は代々富士の忍し学問に熱心だった父母の影響で聖子も早くから文学に親しんだ 地元の川口尋常高等小学校を卒業後は山梨県尋常中学校現甲府一校に入学雑誌「中学世界」や「中学文壇などへ文章や漢詩を投稿し発表した1904年明治37年早稲田大学文学科に進んだ聖子は坪内逍遥や島村宝月など自然主義文学の先駆者に支持しながら 旺盛な執筆活動を続ける。1906年明治39年には雑誌「新小説の検証で毛巡礼が一等入選さらにその夏に執筆した「京里富士山麓の自然」を舞台に2人の少年の友情と成長を描いた少年校が翌年宝月や双葉亭主名の絶賛を受け早稲田文学検証長編小説の一等に入選した。 早稲田文学は当時自然主義文学の拠点として明治文壇で大きな比重を占めていた少年校で聖子は一躍文壇の注目を集めることとなった写真です一枚は若き日の中村聖子の顔写真です髪を七三に分け眼鏡をかけ真面目な表情をしていますもう一枚は茅ヶ崎の南湖院に 国木田独歩を見回った時の写真です国木田独歩を中心にして12人が写っています前列中央に中村誠子その後ろに国木田独歩写真左端が前田明同列右端が田山堅井誠子の左上が正宗白鳥です本文です短編で誠子文学を確立ボバリー夫人の翻訳も 大学卒業後は早稲田文学の記者となり書評などを担当する一方「半生」反省「漂白」「女の中」などの短編集を刊行身近な事象に基づく作品を発表し聖子文学を確立していった明治末期から大正になるとヨーロッパ文学を中心に翻訳も行い1916年大正5年にはフローベール作 ボバリー夫人を翻訳刊行した郷土の文化と深く向き合い地域文化の振興に尽力40歳を過ぎると聖子の心は郷土へと向いていく1926年大正15年に山梨日日新聞「文芸欄の小説の選者となりまた前田明らと山梨県文化人の懇談会三人会を発足以後 郷土文化の振興に努め1940年昭和15年には富士五湖地方文化協会を結成し機関誌五湖文化を編集した1945年昭和20年戦火を避けて郷里の川口村に疎開以後約30年間村の教育委員長を務めたほか村の人を集めては俳句を指導したり 県下の小中学校の校歌の作詞も多数手がけるなど積極的に地域文化の発展に尽力したまた1951年昭和26年からは山梨学院短期大学で教授を務め1956年昭和31年には県文化功労賞賞を受賞その際今後も老骨を地方文化の振興に役立てていきたいと語ったという。 に多くの文化の足跡を残した聖子は1974年昭和49年4月13日90歳で生涯を閉じた1987年昭和62年に山梨の文化振興を目的に中村聖子文学賞が制定されその精神は今もしっかりと息づいている富士山を世界文化遺産に 世界文化遺産登録を目指す富士山、その麓で生まれ育った聖子、少年校などの作品からは、富士山の魅力が素直に伝わってきます。文学者聖子の足跡は、県立文学館常設展で見ることができます。県立文学館、甲府市区川、1-5-35、電話05、055-235-8080。記事監修。 山梨大学教育人間科学部教授斉藤康彦次は県立施設イベント情報ですイベントの詳細や休館日などは各施設ホームページで確認してください県立博物館笛吹市三坂町成田1501-1電話055-261-2631ファックス 企画展「水の国山梨」「信玄堤と甲の人々」これは国分祭記念事業です四方を囲む山々から多くの河川が流れる山梨は水の豊かな地域古くから人々は信玄堤に代表される治水や利水技術などによって水と共生するとともに 水に対する信仰を育んできました企画展では山梨と水との関わりを紹介しそれによって育まれた文化や交流の広がりを探ります絵図と写真です一点は県立博物館像で江戸時代のもので震源包み絵図の部分ですもう一点は個人像で江戸時代のものでおみゆき祭りの絵図の部分ですもう一点は 内式山ミ神社像で鎌倉時代のもので、明王行流像の写真です。開催期間、3月30日土曜から5月27日月曜まで。観覧料、一般500円、高校生、大学生250円、小中学生130円。各種割引などがあります。詳しくはお問い合わせください。 県立考古博物館甲府市下曽根町923電話055-266-3881ファックス055-266-3882春季企画展武田と城と城下町これは国分祭記念事業です山梨といえば武田信玄をイメージする方も多いですが 信玄とその一族や家臣たちは実際にどのような暮らしをしていたのでしょうか発掘調査で明らかになってきた風林火山の時代を出土品や小絵図から紐解きます写真です現在の武田神社である武田氏館跡を上空から写した写真です開催期間4月27日土曜から6月30日日曜まで 観覧料料は無料です。県立文学館甲府市区川1-5-35電話055-235-8080ファックス055-226-9032特設展富士山と文学これも国文祭の記念事業です古くから日本人が憧れと畏敬の念を抱いてきた富士山 太宰治の富岳百景をはじめ、文学作品に描かれた様々な富士山を紹介します。太宰治の自筆、富士には月見草がよく似合うの、文学費拓本の軸草の写真が載っています。開催期間、4月27日土曜から7月7日日曜まで。観覧料、一般310円。高校、大学生、210円。 小中学生百円。各種割引などがあります。詳しくはお問い合わせください。県立図書館。甲府市北口二の八の一。電話。零五五二五五一零四零。ファックス。零五五二五五一零四二。後田館長特別展。館長後田隆の著作や写真などから。 その追い立ちや創作に至る過程、小説への思い、活動、交友関係を紹介します。講演会と上映会。日時、4月17日水曜午後2時から。内容、第1部、館長講演、作家である私。第2部、館長著作、闇彦の朗読映像を上映。定員、150名。 申し込みが必要で、先着順となります。後田隆、県立図書館長の、笑顔の写真が載っています。開催期間、4月16日火曜から、5月12日日曜まで。県立美術館、甲府市久川、一の四の二十七。電話、零五五、二二八、三三二二。ファックス。 055-228-3324特別展餅月春光とその時代国分祭記念事業です近代日本画家を代表する餅月春光1893年から1979年は山梨県出身です特別展では開館当初に寄贈を受けた春光の代表作群をはじめ 全国の公立美術館などに所蔵されている大作や近年新たに発見された作品などのほか春光と共に活躍した画家たちの作品を紹介します。写真です。県立美術館像1978年の望月春光の作品、赤春の写真です。開催期間4月27日土曜から6月9日日曜まで。 観覧料一般1,000円高校大学生500円小中学生260円各種割引などがあります詳しくはお問い合わせください県立科学館甲府市愛宕町358-1電話0552548151ファックス0 5 5 2 4 0零0 1 6 8 春の企画展ロボット恐竜展恐竜を動かすのは君たちだ人の動きに反応したり操作もできるインタラクティブ恐竜型ロボットが県内初登場まるで本物のように動く最先端技術を駆使したロボット恐竜が君たちを待っている写真です子どもたちがインタラクティブ恐竜型ロボットを動かしている様子です開催期間は、 4月7日日曜まで観覧料入館料だけでご覧になれます森林総合研究所南駒郡藤川町最小寺2290-1電話0556-22-8111ックス0556-22-8074植物画の世界筆先の小さな自然 ボタニカルアート展国立科学博物館筑波実験植物園主催の第28回植物画コンクール入選作品のうち51点を森の教室で展示します。ボタニカルアートとは植物のありのままの姿を正確にかつ芸術的に描いた絵画です。自然を見つめる観察力と筆先の表現力をお楽しみください。 コンクール一般の部文部科学大臣賞鈴木園子さんの「もみじ葉風」の絵が載っています開催期間4月13日土曜から5月12日日曜まで最後は山梨の推し麺その4ですクレソンうどん名脇役返上グリーン麺ンの主役に1杯にクレソン 700g 分を凝縮 クレソンはビタミンやミネラルが豊富で、カルシウムはほうれん草の3倍という優れた緑黄色野菜。東志村では昭和50年代半ばから富士の有水を生かし盛んに作られるようになりました。日本有数の産地、東志村特産のクレソンを粉末にし、贅沢に練り込んだのがクレソンうどんです。パステルグリーンの麺は栄養満点でシコシコとした歯ごたえが自慢。 昆布と鰹節ベースの麺つゆと甘辛く煮た鶏肉、旬の野菜が優しい味を奏でます。冷やしてつけ麺にしても美味。口の中でほわっと広がる爽やかな香りが心地よい芽吹きの春一番の推し麺です。クレソンうどんの写真です。パステルグリーンの麺に鮮やかな色合いのニンジン、クレソン、ネギ、鶏肉がのっています。いただきます。 お問い合わせは「道の駅同士、電話0554521811」「インターネットでは道の駅同士で検索してください「山梨県政だよりふれあい春」「ボリューム3 6特集号」「平成25年4月1日期間」「山梨県校長広報課発行」「郵便番号4008501」 甲府市丸の内1-6-1電話055-223-1339ファックス055-223-1525山梨の県有林は森林管理認証を取得し世界的な基準で豊かな森づくりを行っています音訳者中森林管理認証が掲載されています FSC、 www.fsc.org ミックス責任ある木質資源を使用した紙 f s c c 零二三一零三この印刷物は適切に管理された fsc 認証輪からの木材を用いて製造した用紙を使用しています以上で声の山梨県制だより ふれあい春、ボリューム36、特集号を終わります。制作は山梨ライトハウスでした。